飲みたりないの飲みたり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 ないと、さあ今夜も笑いよう、飲みたりないとです。皆さんこんばんは、まさゆです。皆さんこんばんは、もっとなんだろう、やめろこの番組は、この番組は、モアイとマサイが30分間お酒を飲みながら自由に喋る番組です。ちょっと間違っちゃった。というわけで、今回、50回目です。いやー、50回目っていうか、50件目ってずっと書いてるのに、俺忘れてた、50件目って。たまに、ハイメって書いちゃって。ねみたいなことやってますけどもね、50回目っすよ。到達か、とうとう。え、最終回？じゃあ G ファーストモノマネに戻るだけです。俺も嫌です。もうあれしんどいからもう嫌や。そんなにやりたくないです。いや、のび太りはもうまだね、続きますけどもね。とりあえずね、一区切りで50回目。50回目。まあ、ね、毎週じゃないからね。そうだね。そう、時々違う企画挟んだりとかね。うん。なんか今週分何もみたいなあれとかね。あれそうそうそう。まあ気分が乗らないと収録しない二人だから。うん、今日行っかみたいなこと言うもん。マジで酒飲んでアニメ見て終わりみたいな。そうそうそう。いいよねもうね。やっとくやっとく俺がっつって。で、普通に通話してて、なんで今の撮ってなかったんだよ。そう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 。そんなの多いっす。もったいねえじゃん。うん、よく言う、それ、うん。この間も言ってましたね。はい。バラさなくてもよくないそれ。まあ、容易に想像はできると思います、皆さん。うん、そんな感じでございますよ。はい。さすがね、昨日ね。懐かしのタイムギャルをちょっと俺が出したら、ちょっとアプリをダウンロードするっていう。お、あんじゃん。お、390円。マジピコッつってね。昼休みにずっとやってて。何やってんすかっつってなんか。ね、あんた頑張ってるわねって私タイプよみたいな、なんかあれだね、なんかアニメがずっと流れてて、あれか、そうそうそう、指示通りにボタンをなんか一瞬で押さなきゃいけないんだよね、うん、あれね、うんうん、そうそう、あれをまあやってたら、みんなが俺なんか音ちっちゃくしてたんだけど、なんか俺のさ、スマホからさ「やん!」っつってね、みたいなのがずっと聞こえてきたみたいで、音だけ聞いてたら、あんなのエロアニメだから、エロアニメやもんね。まあ、服破れたりするからね、だって、ね、いやいやいや、ラモスちゃん、あの謎の世界観ね、あれね、うん、いやー、面白いですよ、あれ。もう逆に今面白いって感じだけどね、うん、あれは。もうあれさ、今390円だからいいけど、あれ、なんだっけ、当時はね、うん、PC? あ、メガ CD? メガドライブ CD。あ、メガ CD なの？メガドラ CD。たっけーぜ、あれ、確か。めっちゃ高いのよ、あれ、5、6万するんじゃない、確か。全部揃えたら。あれで、あれ渡されたら、もう切れるぜ、あれ、ほんとに。ハードも全部揃えたらね。うわーっつって、メガドラタワーできるからね、あれね。うん、そう。もう、ほんと。まあ、私持ってましたけど。お年玉で貯めまして。なんで買ったんだろうって後から思って。みんなスーパーファミコンやってるな、つってな。なんだかんだ、ね、前、うん、さんはゲームに不自由しない、うん、ね、幼少期を送ってきたっぽいからね。そうですよ。まあ、私自分で、あれですよ。お年玉とかを貯めて買ったんですよ、全部。本当に。親に買ってもらったなんて最初のファミコンだけだからね。あと自分で貯めて買ったんだよ、あれ。本当に。
で、早くに働き出しちゃったもんだから、あの、すごいクソゲーのソフトをいっぱい買って。そう。一時期ね、スーファミがね、300本ぐらいあって、ファミコンももっとあって、で、PS? プレイステーション。安かったじゃん、あれ。あれもワゴンセールでさっさっさっさもう何にも見ずに買ってさ、さっさっさ、こんだけくださいってなんかすっごいなんかもうトランプみたいな方って、あれでも買って4万円です、ええー、みたいな。なんかでも買います俺買いますって言われてさ、結局やんねん。買ってる時がピークだからね。そう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 。そう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 。俺持ってるって言いたいからただ買ってただけ。結局ファイナルファンタジーとかやってるの普通に。そうそうそう。無難なやつ。無難な64とかやってる。64とかそう。なんならスーファミを一番やってたし。そう。こんなことばっかやってるんですよ。っていうことでね、忘れてました。5分で思い出しました。アニバーサリーですけども、乾杯をしていないというですね、大変申し訳ない、ゲームの、昔のゲームの話題になると、俺はね、あのね、一生喋ってるからダメ。飲み足りないと改め、ゲームやり足りないとなっちゃう。レトロゲームやし、しかも。タイムギャルなんて誰が知ってんの、うん、というわけで、なんやかんやって50回目でした。ありがとうございます。乾杯タイムギャル。やぶね。レモンサワー吐くとこだったわ、今。ほんと。あーめい。あーめい。うまいの。わし。さっきご飯食べたけど、このために我慢したやで、酒を。ずっと炭酸水のみ飲んどったやで。炭酸になるよ。シュワシュワって、シュワシュワって。僕炭酸だよ。シュワシュワしちゃうぞ。あ、気が抜けてきちゃった。そろそろ止めていただいていいですか、うん、炭酸でシュワルツネッカーになっちゃう。炭酸でシュワルツネッカーになっちゃう。大丈夫、シュワ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 もういいです。タミネーターなんてやってられないかもういいです。あ、すいませんすいません。もう出張とかやってられるかボケ。すいませんすいませんすいません。止めてもやるじゃん。まあ、なんか納得するまでやっちゃうねだから。もう全部思いつきですから。そんなもう別に何もプランがあるわけじゃないのよ私も。そうだよ。そうなんですよ本当にもう、逆にプランを立てたら俺たち面白くないんだ。面白くない。いいんだよそれで。そう台本なんかねえし一回も。うん、あ台本なんてぬーし。ぬーし。ぬーし。台本なんてぬーし。とある掲示板からってぬーし。お前が日本語勉強せえ。あのノブのワンカットこれ編集で入れといて。入れておきます。ちゃんとあのちょっと待ってって入れとくか。ぬーし、まあ、もう一生言うからあれね。まあ俺らがちょっと待てって言ってる番組もなかなか更新しないんだけど。ごめん、もう一回やり直してやれ。あの、もう一回やります、僕。僕、撮ります、自分で。そうですね、そうですね。あのもう一回、あの、何やるんだったかちょっと教えてもらって。いや、あの、確か、あの、一回萌えさん飛ばして次俺なのよ。あ、そうか。そう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 。そうかそうか。ああ。じゃあ、うん、俺一回取ろうか。もう、あの、俺ね、週末、ベロンベロンになる予定があるんですよ。うん、その時取ろうかなと思って。多分、だから、人と一緒に飲むから、うん、あの、意識はなくさないと思うんだよ。なるほど。うん。そんで、あ、取んなきゃっつって取ったやつが、もう、むちゃくちゃじゃん。うん
いつも。で、意外にちゃんとオチまで考えて嫌がったりするから、うん、なんか、意外にいいかもしれない。で日曜日、撮ります。撮ってください。撮ります、うんうん。何やるか忘れましたけど、僕は。うん、あとで。メールします。四つ葉、四つ葉、いちかちゃん、いちかちゃん。できません、好きすぎて。ダメ。あかんかん、あかんかん。これ裏の気持ち悪いですかね。すいません、最近ハマってしまいまして、ね、本当にもう。まさかフィギュア横に置いて、いつかさんをさって言うと思われた。全晴らし。全晴らし。こういうのは全晴らししてくるスタイルです、私。エンタメよ、エンタメでやってんですよ。うん、ガチじゃないか。ガチじゃないっすよ。ただ、置いてはありますけどね。うん、今年の誕生日に萌えさんがあげました。ありがとうございます。飲みたくないの？違うのよ。50回目で何の話をしてるの、本当に。50回目で5等分の話でしょ。5等分。もう5等分、モアイとマサヤの5等分に、5等分をめでる回ですね。喋れてないんじゃ。今考えたから。俺、ね、なんかプラン考えなんかちょっとふわーっと考えてたやつ全部忘れちゃったよ今。いやでもただなんか10回とか20回とか25回とかでなんか何かしらやった気がするんだけど、やってないっけ、うん、なんかカラオケ歌ったりなんかしたんだっけ、なんか違うか、やがうん、それもあったよね、なんか、ね、それなんかやったよね、なんか、うん、でも全部がさ飲み会の延長みたいな感じになってて、ね、ふわっとしてるから全忘れなんですよ。そう。何にも覚えてない。基本酔ってるから。そう。俺、なんか、まぁちょっと後でね、出すけど、問題、今日クイズがあるんですよ。うん、後から。俺、何にも覚えてなかったもん。あれ、うん、復習してきてないから、一個も答えられる気せえんけどね。一応ね、四択にした、四択に。ああ、ありがたい。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。だって、絶対わかんねえの。絶対わかんねえの。うん。俺もね、これ答えられるかなって思って、うん、うん。で、自分で想定してやったんだけど、全然わかんなかったから、うん。まあ、なので、一応、4択にした。まあ、後で、もうちょっと後ですけどね。後でね。うん。後で、まあ、だからさ、思い出話とかやろうと思ったんだけど、特に。うん、まあね、モアマサトークってのやって、で、その後、まさやくんの提案で、なんか、飲み足りないとっていう、ね。そうですね。飲み足りないと、始める当初は、ゴールドシップの上田瞳さんっていう声優さんがね、うん、オグリキャップ役の高柳さんと喋り足りないとっていうラジオをやっててね、そうそっからパクったんです、そう思いっきりパクったんです、だから第1回目のちょっと序盤ぐらいそれっぽく喋ってた、そう、そしたら早々に本家さん辞めちゃってね、俺たちのせいかってガタガタってああごめんなさいなんかっていうでもうほんとただ、ね、楽しくわしらが飲んで喋る会になってそうで、まあそれはそれで俺はね楽しいからいいんですけど全然ね、うん、うん、だからモアナサトークってやった時はもう本当にただずっと喋ってるだけだったから、そうだから一応ラジオっていう体にしてね、だからなんとなくそういう感じにはなってるかなって自分で勝手に思ってるんですけど、なんでよかったかななんて、もう飲み足りないとにしてよかったかななんていうふうに思いますうん、それではここで一曲聴いてください。無理やりですけども、すいませんね。今回ですね、3曲ほど流れますのでね。それでは聴いてください。モアイで、飲み足りのテーマ。どうぞ、ソロです。入ってなかったら後で足すね。飲み足り、飲み
かり飲み足りないとさあ今夜も引く笑い合おうテンション引く飲み足りないとですです辛いことや悲しいこと今は忘れて嫌なことあったのか。この場所では仲間一緒だよ。乾杯。楽しくなってきた。楽しい楽しい楽しくなってきた。楽しくなってきた。泣きながら歌ってんのかな。ビールにハイボール時々外すのやめて俺どうですやねんだよ。キラキラ輝いて眩しいよさ息切れしてんじゃねえかよ飲み足りないとですたまには一休みしてみたっていいじゃない。言えるの忘れた。でもこれグーグー入れんの無理だよ一人じゃん。そうだよね、うん、たまには一休みグー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 してみたっていいんじゃないというわけで聞いていただきましたモアイソロです。はい、はい、この後ね、いつかわかりませんけども、マサイ君のソロと実はもう一個だけあります。はい。俺のソロはいいんじゃないか。いや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 。それやんねえと、あのなんか暗いおじさんが泣きながら歌ってるやつみたいなのが今流れて。飲みたくないの。俺自分のやつでさ、改めて聞いたんだけどなんか嫌なことあったのかなこの人っていうのが最初に。なんかさあ今夜も。笑い合おう笑い合おう笑ってねえだろお前よいやこれねすっごい楽しいテンションで歌ったりしてみたんだよね。さあ今夜だみたいなで歌ってみたんだけど、うん、このテンションで俺ねサビまで持たねえの、うん、, 笑い合おうつって持たなかったの時代方やってバカみてえなんだもんだってなんてだから結局ああなりました、うん。よかったよ。よかったですよ。あれね、4、5回撮り直したんですよ、本当に。あれ。ああ、もう十分なんか終わったからもう。うわぁ、うわぁ。この男、うわぁ。いやいやいや、いやまだ流しませんよ。まだ流しませんよ。飲みたくないのもまあ、途中でね、あれですよ。うん、飲み足りのテーマって今流れてね、あれが入ってね。より番組感がね。そうね。やっぱあれ入ってからね、人数も増えたしね、やっぱ。うん。ていうか、まあ、なんかわかんない。最近、何あの伸びっていう。再生数増えてねえのに、なんか登録者数だけ。なんか急に増えたよね。増えた。うん、なんだろう、あれ。聞く価値はねえけどってことかい？なに ?GTO だけ聞いてんのか？なんかわかんないけど。でも最近撮ったやつ伸びてないからね。いいやん、あれ。オープニング頑張ったね、あれ。まさくん。GTO 伸びてない。なんでやん。本物と間違うぐらいに頑張ったのにあれもうほんとまさゆくんの音質やらないやらもいじって当時のやつと間違えればいいのにっていうぐらいでやったんだけどバレたかな。なんだろう、来年な、GTO が、うん、復活するっちゅうからちょっとやってみたのにな。これはいけますぜと思ったんだけどね。うん、いやもう
俺 GTM で、あの、内山田教頭がさ、最後にほら、うん、この学園を私が守るみたいな、あれやろうと思ったんだよ。文化祭ね。そう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 、そう、うん。やろうと思ったんだけど、っていう。ちょっと躊躇するな、おっさん。なんか、また俺のやつだけ7回再生とかだったら凹むもん。うん、まあまあそれは冗談でございますけどね。でも GTM ももっともっとやりたいんでね、もっと伸びていただけると、うん、やっぱモチベーションがあると ね、やりたくなるんだけど、なんかな、今のやめじゃな、なんかあんまなやりたくねえなっつって、ね、なんか必死感がなんか出るの嫌だ なんか恥ずかしいな、逆にな、恥ずかしいわ、もう本当ね、うん、なんか変にモノマネとか混ぜたら嫌だよね、なんかね、本当に、うん、飲みたくないの、そろそろ歌を流せというオーラがすごい今あの行きますか、じゃあよし、それではもう一曲聴いてください、タイムギャル、タイムギャルいや違う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 、タイムギャルじゃないの、今なんかタイムショックみたいになっちゃったし、なんか言い方がアタックチャンスみたいだったし、なんか違うんです、違うんです、あ違う、アタックチャンスじゃない、アタックチャンスじゃない、あ違う、これは失礼しましたいやだから小玉清志をやらなくてもいいっつの違うの、違う、ということで私はここでビールを一口というわけで聞いてください、まさやで、飲み足りのテーマどうぞあ、流れないもう気になかった、びっくりしたびっくりするやないか、もう飲み足り、飲み足り、飲み足り、飲み足りびっくりした、最高やもん笑いやもん、客が3人ぐらいのオカマバージョンまあでもやっぱ2人で歌うからいるかね、あれは今は全て楽しい話そう、この場所では仲間一緒だよ、乾杯さあほら、いや俺が提案しといてなんだけどこれは二人で歌うからそうだね、売れない80年代アイドルマサヤちゃんっていうなんかすっごい熱狂的なファンが多いたまには人休みに飲みたり、恋の歌が簡単にするからほら笑ってLOVE マサオよすいません、すいません、すいません、ゴーリ大輔なんや、逆が全員ゴーリ大輔です、全員ゴーリで、全員たまに、たまに静かにしたもいいか今の歌なんて歌なんだ今のは飲み足りのテーマっていうらしいですよ、ね、飲み足りのテーマ、飲み足りのそうなのか、そうなんですよね、そうなの、ヒルオブイバーサーやーってね、あれ男なのか、あ男です男です、あれ男です、別にそうか、男なのか、別にゴーリ大輔さんこんな声しないと思うんですこれ一体誰なんですかね、これ僕もねあの中途半端なアシュラムみたいになってる飲みたくないのマサイクでございましたね、いや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 、あこれあの俺から提案しといてあれだけど、やっぱり二人で歌うからいいのね、やっぱこれね、まあ、あの後編でね、あのちょっと二人で歌って流れますけどもですね、その前に一旦 CM、うん、飲み足りないと、そちらただのウラジオじゃございませんわ、何何？酔っ払い二人のオラジオですわ。酔っ払い二人の？酔っ払い二人のオラジオですわ。オラジオ。飲み足りないと。火曜日に。ということで、今回ちょっと
アニバーサリーということで、はい、クイズをですね、ちょっと考えてきたんですよ。うん。うん。モアイの性癖クイズ、あ、違う違う。そうじゃなくて、違う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 。大体わかるよ。タイトめのスカートを履いたお尻の大きな人が、なんか物を拾ってるときって、止めてもらっていいですか？どこがクイズになるのかなと思って。やったことあるプレーはどれ？1番、鎖骨ある1番やもう1番やさあっていうのは嘘でね、一応伸び足りないと罹患するクイズをね、一応3択の問題を考えてきたんで、はい、まあ、3問だけやりましょう一応、うん、酔っ払っちゃうから、うん、水の話した、うん、なんか急に思いついちゃってあ、ごめん、じゃねえ酒だ、あ、じゃあだから酒は飲んでるといいんだから、ね、そう本当にちょもう大丈夫いやだからさほっとすいませんちょっと飲ませてくださいなるべくここまでは酔わないようにしようと思って控えめにしてたんだよ、じゃあ問題出すからちょっと答えてくださいお願いします、はい、3択なんでね、あ、3択ね、3択ですよ、うん、うん、で1問デデンデデンデデン、あ、もういいか飲み足りないとも記念すべき1件目からでございますけども、まあ、過去にオープニングの問題出してるんですよ実は、うんうんうん、で今回エンディングでございます、うわ、エンディングでこれ俺全然覚えてなかったんだけど、うん、エンディング1件目からモアイとマサヤでしたって言ってるんだね、うん、でその後に言った言葉は何でしょう、まあ、2人でなんか喋ってるんですよ、それ何でしょう、1番モアイとマサヤでした、あらっしゃあらっしゃあらっしゃ、もう少し飲むぜバキャーン、なんか多分言っちゃいけないこと言って、はい、一番これです、多分おっぱいとか言ったんだろうな、うん、2番あらっしゃええよええよはい、2番これです3番まあ後でバキ入れよう、あれだ、これ全部元音声から聞いてあったやつ全部でこれの1回目は 1件目で言ったのはどれでしょうね、うん、もう一回言ってくださいとかあったら全然言いますけど、今もう一回順番でお願いします、ですか、1番がモアイとマサヤでした。おろしゃ、おろしゃ。もう少し飲むぜ。バキューン、ね、バキューンは多分おっぱいって言ってますけど。2番。あらしたえよえよ3番。あなたです。ね。第1回目でしょ?1 回目ですね。はい。そんなにハメは外してない気がするんだよな。そう、まあ、うん、1回目はね、そうですね、2番ファイナルアンサー何その聞き方本当に2番でいいですか、2番でいいですよ、ベベベえ残念違うの、違うんですこれじゃないですよ、1番、はい、当たりでございます、1番でございます、棚からか、まあ多分ね真面目にやりすぎたなっていうのもあったんだろうね、
最後に急におっぱいって言ったらしいよ俺が。ウェーっつって。まあ多分飲んでる途中に急に思いついてやったからね。これもね、そう。確か飲みツアーの途中で、最初に言ってんのよ。飲みツアーの途中なんか、あの、やろうって決まって30分も知れるうちにやるっていうさ、みたいなことを言ってるから。というわけで、じゃあ、第2問全部答えられる気しないわ。いやいやいやじゃあ次結構飛びまして13件目のオープニングで、まさかがいつもあのセリフを言ってたじゃねこの番組はっつって、それをどんな言い方したでしょう、ちょっと変わった言い方してるんですよ、何回かしてる。1番、ゴールドシップのモノマネで番組説明、2番、激停、あの、走れ、あれに合わせて番組説明。3番、四つ葉のモノマネで番組説明。これは分かった。分かった。2番。おー、正解！正解です、正解です。もうファイナルアンサーやめたんかいって話ですけど。正解、正解。よく分かったね。そう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 。これは記憶にあります。おお、すげえ。ちなみに、ゴール島あった。あったね。四つ葉はなかったんですけど。ない。ってない。ないです。うん。俺が急に、上杉さんって隣で言ったってのあるけど。よくわかったな。俺、全然覚えてなかった、これ。マジで。最後結構難問なんですよ。この13回目から使われたオープニング、まあそれまでシャイニングスターだったんだけど、それから使われたオープニングソング、しかもね、3回か4回ぐらいしか使ってないんですよ、これ。おそらく想像、あの、ね、聞けばわかると思う。1番、僕の爪できっと爪じゃない。今日はバレたい。続きまして、まあこれがちょっと意地悪なんですけども、きっと爪じゃないで僕の爪。どっちかわかんないっていうコンセプトでつけたからさ。で、3番、モアイで後ろから前から。まあ、これはちょっとすいません。どっかで歌ってるんですよ、私もこれ。まあまあ、実質二択ですけども、うん。そうだよね。そうなんですよ、そうなんですよ。まあこれ、まあつけたのは、まあもう、これつけたのはマサイ君ですからね、これね、そうだよ。そうそうそう。なんで、おそらくわかると思う。っていう。で、しかも、主に歌ってるのがマサイ君ですからね。そうだよ。そう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 。うん、爪入りちゃわないとっていうね、うん。オープニング使ってたんだ、俺っていうさ、それも覚えてなかったからね。1番がどっちだっけ？ 1 番が僕の爪できっと爪じゃない。2番がきっと爪じゃないで僕の爪。これめんどくせえもんだ。きっと爪じゃないで僕の爪。おお、ファイナルアンサーって、もう正解だよ。そりゃ俺がつけたんだから。そうだよね。いや、もう前で後ろから前から一回だけあったよ、実はこれ。あ、すげえ、ちゃんと覚えてるね、やっぱり。クイズ以上になっちゃいましたけど。というわけで、最後じゃね。というわけで、聞いてください。モアイとマサヤで、飲み足りのテーマ、パート交代バージョンです。どうぞ。どうぞ。おや？飲み足り、飲み。あれ？おい。俺のやつじゃないか、これ。間違えました。何問中3問正解しとんねん、こっち。先生、間違えして。間違えた？ごめんなさいだお。じゃあ、ちゃんとやります。ちょっとやります。すいませんでした。はい。ちょっとやります。すいません。じゃあ、改めて、飲み足りのテーマ、パート入れ替えバージョンです。どうぞ。どうぞだ。やめなさいよ。やだ。飲み足り、飲み足り、飲み足り、飲み足りないと。
今夜も笑い合おう飲みたり。まあまあここはね、ここがまあまあまあ辛いことや悲しいこと通底組目だから疲れてこれもなんですよ。もうキーが合わなくて楽しいってなっちゃった疲れてますね二人とも輝いてだんだん下がってってんだよキラキラじゃねえんだよ飲み足りないどうですただみない人休みちゃんと言ったねグーグーどこのゲーバーのママじゃあれいらっしゃいはい、すいません。ありがとうございました。なんか、やんで、ね、なんかね。二テイク目だから疲れてんだよ。疲れてる。本当にもう。いや、もう、グーグーじゃねえんだよ、本当に。もう本当にさ、もうちゃんと疲れてんの。ちゃんと疲れてる、ね。おじさん二人ちゃんと疲れてる、ね。ちゃんと疲れてるし、ちゃんと無理してる。そう。ただきまーす。多分さ、自分の撮った後に、あ、これちょっとテンション低かったなと思って、あげようと思ったら、なんかもうバスへのオカマバーの人みたいな。俺の全力の乾杯乾杯声裏返しちゃったね。もうそこに全部注いだから。いやでも俺はこれはこれでね、好きよ、なんか。いいと思う、俺。悪くはない。悪くないよね。悪くない。ちょっと聞き慣れてないから、やっぱね。そうそうそう。うん、いや、でも、うん、なんか最後。51回目からはテーマこっちでいきます。え？違うの？じゃあそうする。マジで？マジで？じゃあそうしますあれよ、交互にやっていくわ。交互、ね、あれ今日まさかのソロあれみたいな。あ、ソロも入れるの、うん、もうランタムでやれんじゃん。ソロ当たった日は罰ゲームみたいなもん、ね、あれ今日なんか雰囲気暗くないって言ったら俺だな。辛い。でもそれ編集で後からだから収録は関係ないから。あ、そっかそっか。でも最初に俺の辛いことや悲しいことが入っちゃってるから、うん、なんか辛いことあったのかなっていうのから始まっちゃうから、そっから上げんの大変だよね。なんかね。そうだ。だからなるべく俺の第一声に変わってるよね。だから変えちゃうかもしれないですよ。皆さんこんばんは、マサイです。皆さんこんばんは、マサイです。はぁ、あ。もう解散のテンション。解散だよ。何があったんだよ。まあまあまあ、大丈夫、大丈夫。無理に収録しとるやつや。そうそう。あれなんかあったこの二人みたいな。みたいな感じになっちゃうから、一回やる。今日何やんの？今日はあのガチャです、ガチャです。なんで、っていうか乾杯してないから。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。なんかすげえ喧嘩した後じゃねえ。解散なのだ。大喧嘩の後や。だけで、関西、解散します、解散。あ、噛んだからダメです。あ、関西、関西行きます、関西行きます。やだこんなんで終わるんだったら収録しねえ。
こうドッキリでしたーだったらーってやるにはもう一人いねえとダメだからこれ。これ冒頭の5分ぐらいやってたらもうマジで心配じゃないですかこれも。まあそれがそれでいいかなーって順次がか。いやいや俺が途中で持たんわ本当に。まあまあまあね、いやっていうかさ。長いこと収録しちゃってるけど、30分間じゃないですね、うん、やっぱね。スペシャル回だ、これ。スペシャル回ですからね。うん。かといっても、これ以上の企画はもうないんですよね。うん、ね、これから30分間の、うん、ね、後半戦って言って、即興で30分間漫才やるからね。おー、何言ってんの?30 分間って、爆笑問題じゃないんだからよ。何を言ってんの。ああ、びっくりした。やん。ブレだよ、ブレだよ、ブレだよ。やるならちゃんとやりますよ。そうだね、うん、やるならちゃんとやるよ。ちゃんとやります。もうごまかしごまかしやって、でってうちにしようかな、しようかな、助けてってのが分かっちゃうから、うん、モノマネ入れると変わるかもしれないけどね、うん、まあ、それはまあまた今度ね。今度ね、30分は無理です。じゃあ今からバナナメンコントの一発目の面接やります。覚えてないだろ。覚えてないだろ。ごまかし言ったか。ごまかしが下手か。覚えてる部分はバナナメンコント面接以上です。だけ。たまに自分のページで見るんだけど、うん、ああ面白いなってんな。さてと。一言やん。いやー、知ってるくーんってのもあったよ。でもあ、クリスマスです。クリスマス。第3弾お待ちしてますって感じですけど、ね。もう全部考えてるのまさに君だからね、あれね。そう、脚本ね。ただなかなか伸びないからやる気がね。サマーズっぽいやつもあんまやったな、うん、そう面白いのになあれ。みんな、うん、聞いてもって、モアイとマサヤチャンネル、うん、過去作も超やる気になるから本当に。そうだよ、うん、なんか急に200回再生とかになった時にものすごいテンション上がって、すっげえ生放送やってたから、うん、もうこっから飛躍していくぜみたいな、向かうところ敵なしぐらいのテンションでやってたからね、あの時。道を開けろっつって、もう頭さえが通るぞっつって、通るぞっつって。今炎上しとるやつやないか。そう、締めとかないとこれものすごい時間になっちゃうから、うん、というわけで、この伸びちゃれないとね、今後ともまあ不定期ですけども、まだまだ続けますのでね、うん、今後ともよろしくお願いします。できたら宣伝やら何やらして、チートを使ってものすごい伸ばしてくれても全然いいんで、本当僕たちに収入をくれ、あ、違う違う違う、記念会でねだるな。よろしくします。本当に記念会でねだるんじゃないよ。お金が欲しいです。うん、欲しいです。ねだってんじゃないかよ。ストレートねだってんじゃないかよ。というわけで、もう、金をくれということで。本当に金がねえよ。あ、違う違う。だから悲しい回です。悲しい回だ、ちった。はい。締めよう、もうこれを、ね。金がないよって泣くやつはね、勢いでタイムギャル落としちゃダメなんですよ。いや、ああいうことするから金がないんだよ。ね、なんか、引き落としできませんでしたのが来たから、今日慌てて振り込んで。ね、まあいいのよ、そういうことは。だってね、それで、ね、うん、だいぶ前に水木の泥酔買えなかったんだもん、ね。その通りでございます。
びっくりしたよ、もう。本当に。いやー、まさかカードが落ちねえっていうね。面白かったよ。ねえ。リコリコのね、水木の訂正がとうとう商品化したっつって教えてくれて。うわ、これ、買っちゃう、買っちゃうしかねえな、これな。買っちゃったぜ買っちゃったぜ買っちゃった。あれ、来ないの来ないの来ないの。あれまさか落ちてなかったって頼んだけどもうなかった時すでに遅し遅しだからもうまさくんのところに俺が誕生日プレゼントであげたあの手作りのね手作りっていうかまあ、あラベルねそう、うん、発注して、やったやつだけあるっていうねそう、あ俺も作るからあれでな、うん、本当なまだちゃんとピンは取ってある、あれですよもうだから、うん、金が欲しいんだよ。な。な。間を楽しむんじゃない。本当にもう。ねえ。だから、締めようっつってんのに。ねえ、飲み足りナイトでは皆様からの。お便りを募集しています。お便りを募集しています。メールアドレスは。メールアドレスは。飲み足りないと飲み足りないとアットマークアットマーク gmail.com です gmail.com です飲み足りは飲み足りはローマ字ローマ字ナイトは英語表記ですナイトは英語表記です覚えろやなんで二人とも小声なんだよしかもうあの概要欄書いてあるから見て投げた見て投げた仕事投げた見てくださいあともう仕事しろじゃ あの過去にまさやくんが言ったのを途中ではあの編集で編集でまさやくんどうぞあどうもありがとうございますということで最低最低それやるぐらいなら俺が毎回言うわ、ま、覚えますなんとか覚えますから覚えますからちゃんと、うん、覚えるをちゃんと腹立つだけでねだけでこんな感じでやってくんねまあ温かく見守ってくださいお願いいたします一個くらいあのバズる会があったら嬉しいよやだよやだこんな42歳やだよなんか文句でもある特にないよまた痛いとか言われるだろうるせえ。さあ、というわけで終わろう。ありがとうございます。お送りしたのは、お金大好き、モアイドウと、アニメ大好き、モナタドウ。でしたー。飲みたくないの